で昨日はまあ土曜日あの雨降ってここで花火やんなかったからちょっと花火ゴミ休みかなって思うんですけど、まあ、夏場は毎年そんな感じになっちゃうのかなっていうのを今年も思いました。なのでまあ毎月第3日曜日はここでこれからも続けていこうと思ってますので、皆さん参加できるとき、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。お疲れ様でした。はい、可燃が19で、ペットボトルが7袋あったので、ごめんなさい声低くてペットボトル7袋あったんで、まあ、一応例年よりは少ないんですが、やっぱりペットボトル相変わらず多いなって感じです。で、そうですね、あと缶が多かったんですが、瓶と不燃は少なかったので、やっぱり流れ着くものが多いのかなっていうのと、あとは花火とかここで置いてく可燃が多かったというのが感想です。以上です。他のね、ところで拾ったのと、なんか変わったことってあるの？やっぱ花火が多いのと、缶がちょっと多かったんですけど、大体他は缶と瓶同じぐらいの量なんですけど、なんか2倍どころじゃないので、ちょっとびっくり。で、まあ、どこもこうペットボトルが流れ着いてるのが多いのが多いですね。あと、ここはなんか燃やされてるペットボトルが多いなっていうのがある。あ、それもちょっと置いていってみようかな。集めてもらえるといいですね。そうそう、多分持ってってくれる。ヘルメットヘルメットなんだね。もうヘルメットもあります。あ、そうなん。あと変なそのガスのでっかい、いや、あれやっぱね、大学生のこっちが来てくれてね、良、かったですよ。おお、駿府エコアクションもね、ちょっと不安はあったけど来てくれたからね。そうだよね。すごい助かりました。はい、あ、今日は駿府エコアクションということで。てか私なんですか。私なんです。代表あっちですよ。駿府エコアクションの代表、加藤さんでしたっけ。はい、今日で最終日です、ね。あ、最終日で。はい、最終日です。一応清掃会で18になりましたけど、無事に何箇所か台風でやらなくなりましたけど、無事に保温してゴミが拾えてよかったです。あ、こんなに集まりましたね。集まりました。